いでない。すごい気軽にできるようになった。親の同意書があれば美容手術でも受けれるところがすごい増えてるから。男子の知らない女子の内科検診について、学生時代の内科検診についてちょっと話していきたいなって思うんですけど、ね、いろいろさ、内科検診の内容ってどんどん変わってってるのかなって思って、らしいね、うん、私さ、加工検査とかやってたんだけど、うん、今はないって聞いて、うん、なんで？なんかもう測る意味がないみたいな、ね、測る意味がない、うん、その当時は、うん、あのなんか内臓の発達、うんうんうん、を見るために座高を測っていたっていうのがあったらしいんだけど、結果的にじゃあ座高が低いから、うん、じゃあ内臓が発達してないってイコールではない気がする、ね、そうだ、そういうエビデンスがないから、うん、もう廃止されたっていう、うん、なんかあともう一つ、胸中検査、あ、はいはいはい、あのお尻にね、ね、ペッて貼って、ね、今それもないらしくて、ないんだ。今思えば胸中検査って怖いよね。なんで？え、だってさ、虫が本当にそのまあ元々腸内にいる、うん、生息するような虫がいるかどうかってこと。そう、まず寄生虫が住んでますに。今はもうほぼいないのかな。ね、なんかその調べたらもう全然 1% も満たないぐらいらしくて、じゃあそもそもやる必要ないよねっていうのでやらなくなったみたいな。環境の変化？まあね、昔ほどこう衛生面でいうと問題なくなってきたのかなっていう。まあでも小学校の頃は、うん、まあ体操服だよね、学生の時って基本的に、うんうん、体操服だね。聴診器でこう心臓の音とか聞いたりするから、うん、下着はとりあえず外してくださいっていうのは言われてた、うん、え、パンツ脱いでたっけ。パンツは脱いでない。パンツ脱いでないか。でパンツ脱ぐ必要あったかな検査的に上の検査あったかなって今思って。下のじゃないけどパンツなんかほら体重測ったりするからさ先のラグラム、そうそう、グラムとかもあったかなと思って。あ、いや下着はね、あのパンツは脱いだ記憶はないけど、下着脱いできてねって言われたら、うん、なんかパンツもさ脱ぐ人絶対いるよね、うん、あ、じゃあ全部脱がなきゃいけないのかなと思って、うん、と思って、あ、でもパンツ脱いでないか。パンツは脱いでなかった気がする。あれ知ってます？なんかモアレ検査、なんか聞いたことある。でも、うん、今パッと言われてなんか聞いたことあるだけで、うん、何の検査か。なんか側弯症の検査、うん、なんか暗闇のところに行ってなんかこうかがむ、かがんでた記憶があります。かがんでたらしくて。なるほど、なんか暗闇でお辞儀してなんか光当てるみたいな感じですよね。うん、なんかやったことないんですけど。なる、私も。で、え、周り検査だ、男性だけなんですかね。どうなんでしょう。でもやっぱ男子の方が側弯のなんかあれ多いから、あの若年性の時の気が確かだったから、男子だけなのかな。でもこんな 年代で違うんですね。ね、そうだね。ただ忘れてるだけかもしれないですけどね。いや、でもやってないと思うのもある。じゃあ逆に30年後なくなってそうな項目って何ですか。あ、でもあれ問題になってましたよね。なんかこの、あの聴診するときにその洋服の下からわざわざ入れなくていいんじゃないかとか上からでいいんじゃないかみたいなのが結構 SNS で結構炎上してて、うちの子供がこういう性被害に遭いましたっていうのをなんか内科検診の内容をバーって載せてて、それがそういう内容だったんだけど、うん、なんかその検診の仕方がすごいなんか変わるのかな、なんか統一されるのかなっていう。 あとはなんかその先生の見解では虐待の可能性もあるから、うん、ちゃんとその地肌をこう確認じゃないですけど、胸を見るわけじゃないけど皮膚の状態を確認するっていう意味で必要だっていう意見もあって、いやー、なんかそういうの変わりそうですよね。でもなんかこう医療が発達しすぎて、なんか皮膚とか尿検査とかも全部なんか遺伝子検査じゃないけど、そういうのに変わってったりとか。あー、なるほどね。採血になっちゃうとか。あ、もう一発で全部分かるみたいな。あ、もうありそう。え、だってさ、今ワコールだったかな、あのボディースキャナーみたいな 3D の、だからもう身長から体重から全部一発で出る。あ、うん、いや、これやったよね。あ、そう、企画で、うん、そうそうそう、
そういう話もしたから、もしかしたらなんか持ち運び式のなんかボディースキャナーみたいなのを持ってって、ここに入ったら全部一発で分かりますみたいな。あるかもね。ねえ、身長と体重もいちいちこう並んで撮ってじゃなくて、もうここ通ったら、通ったら、通ったら、あの空港みたいな保安検査場みたいな感じでシュッて撮ったら全部分かるみたいな。いやー、かわいそうですね。うん、今身近でこう医療が進んでるなって2人は感じるような、こう働いてて何かあるんですか？いやでも分かりやすいのはあれですよね。なんかあの今は当たり前に開腹手術っていうよりも腹腔鏡って言ってこう、もう3個ぐらい穴を開けてそこからあのオペができるようになったんですよね。だから傷口も本当にちっちゃいし、だから前に比べて全然こうダウンタイムも短くなったし、予防も良くなっただろうし、なんかそこは私入職してからそういうオペのこととか学ぶじゃないですか、うん、その時に開腹手術っていうのが頭にあったから、うん、オペイコール、うん、それをすごい、あ、すごいなって思ったかもしれない。でもね、ダメージとかも全然結構あの遠隔の、あ、腹腔鏡ですごいよね、ベッドと、あ、機械だけそこにあって操作する人は、あ、そう、それが全然違うところに、いや、あれすごいですよね。やったりとか映像を見てやってる、カメラも本当にこんなので見えるのっていうぐらいちっちゃいし、うんうん、まあ、今美容とかだと幹細胞とか、あ、ね、MMN 系とか、なんかあの若返りを、うんうん、アンチエイジング系、ね、そう、遺伝子系のなんか特化した美容施術っていうのが確かに今増えてる気がする、うん、あとはすごい気軽にできるようになった。そうだね、前と違うのは未成年でもやっぱりいろんな情報が出回ってるし、うん、親の同意書があれば美容施術でも受けれるところがすごい増えてるから、なんかこう敷居がすごい下がったというか、前よりもみんな手軽にできるようになったのかなっていうのは。確かにそのうちの健康診断もなんか結果とかが後日来るとかじゃなくて、あ、直接その日のうちにも来てなんかそういう選択の権利とかもそのまま子供というか学生とかにも与えられるようになってくるんじゃないかなって思う。一回親に相談とかするだろうけど、うん、ね、なんかすぐ結果が出るとかは。確かにそうですよね。なんか成人もね、今18になったから、うん、それこそもう選択の幅がすごい増えてるのかな。すごい真面目なお話になるかな。内科検診から、内科検診が大丈夫だ今。この動画が良かったと思ってくれた方はグッドボタンと、チャンネル登録の方お願いします。せーの、シュッ。